生神女誕生大聖堂。手前が主楼、奥にドーム型の屋根が見える。サラエボの生神女誕生大聖堂は、サラエボで最大のセルビア正教会の大聖堂であり、バルカン半島全体でも最大級の聖堂の一つである。大聖堂は、生神女の誕生を記念したものである。大聖堂は、1863年から1868年にかけて、 サラエボを干渉する、聖教会の教区の求めによって建造された。建造に当たった職人の主犯は、ブルガリア人のアンドレイ・ダミアノフであった。ダミアノフは、バルダル・マケドニア地方のベレス近郊の村、パプラディシテを拠点とする建築職人、石膏、絵描き、遺梱画家、大工、石祭区職,職人などの一族である、ダミアノフレンゾフ一族の出身であった。大聖堂は三部のバシリカが、 平面上に十字型を構成する形に並んでおり、屋根には十字架を備えた五つのドームを持っている。ドームは寮の上に築かれ、中央のドームは四方のドームよりも大きい。金メッキされた小さなバーロック風の城が入り口の前に建てられている。内側の壁には装飾が描かれている。壁の下の方に描かれた壁画は大理石による建築を模している。 1898年、聖教会の不主教の皇帝が、付近に建造された。ありがとうございます。